消費税っていうのはね、金使ったら 10% 罰金取るぞってことですよ。住民税、生きてるだけで罰金取るからなったら住民税ですよ。相続税、死んだ時も罰金取るぞってことですよ、これ。法人税って、会社を起こしたら罰金取るぞ。罰金ばっかりで、今、日本、都民税の減税です。税金っていうのはね、国民をいじめるだけなんですよ。だから私は都知事の権限でできる都民税とか、法人都民税とか、法人住民税、法人税もこれをね、できるだけ下げたいと思うんです。で、これを下げてですね、若い人の実質所得を増やさなければですね、結婚できないから少子化が進むんです。今、少子化率東京ナンバーワンですけどもですね、なぜ少子化になるかと、結婚できないからですよ。日本はアメリカやフランスと違う。欧米諸国と何が違うか。日本は夫婦ではない男女の間に生まれる子供の比率っていうのは 2% ちょっとしかないんです。いわゆる婚外子の率は 2% ちょっと。アメリカは一昨年 41% です。フランスは 64% です。フランスなんか婚外子の方が多いわけですから。だから欧米諸国はですね、結婚しようがしまいが、結婚しようがしまいが子供生まれる。でも日本は結婚してもらわないと子供生まれない。でもこの少子化っていうのはね、今日本が抱える最大の問題ですよ。このまま少子化が進めばね、もう30年後、50年後、国が潰れちゃいますよ、本当。だから、少子化にね、最大の努力を傾注する必要がありますし、東京都も最大の努力を傾注します。そのためにですね、まず若い人の都民税、半額にするとか、それからですね、会社でも、いわゆる私が若い頃はですね、企業が、住宅手当と称して、家賃の半分ぐらいを会社が負担してくれてたんですね。でもだんだん景気も悪くなって、今、非常に負担少なくなってると思いますけど、これもね、負担してくださいとお願いします。その分、法人税を安くしますというようなことでね、若い人の実質所得が増えるようにしないと、結婚できないんです。だからそれをね、頑張っていきたいなというふうに思います。財政状況から見れば、私は実行可能だと思ってます。少子化、もう本当、日本の大問題、東京都の大問題です。これにね、本当真剣に取り組む必要があるというふうに思ってます。で、そのために4つ目、外国人の優遇政策をやめろということを私は強く言いたいんですね。今、都営アパート、中国人がいっぱい入ってます。でも日本人はね、シングルマザーが申請してもほとんど入れないですよ。なぜ入れないか。入居基準がおかしいんです。外国人に甘くて日本人に厳しい。都民に厳しい。これはね、都の予算は、都民のために使うべきですよね。で、そういったいろんな基準もね、都民に対して一番優しいものでなければいけません。外国人に優しくて都民に厳しい。こんな基準は見直すべきです、本当。それから、外国人に対する生活保護手当、これも最高裁で憲法違反だということ、判決が出てるんですけどもね、今現在まだ外国人に生活保護手当を東京都は支給してます。これもね、やめるべきです。だから、日本に来てね、生活を守ってもらう。生活保護を受ける。そうじゃなくて、自分の国に帰って生活保護を受けてくださいと私は言いたいですね。だから、これをね、甘くしといたらね、生活保護を要する外国人がどんどん来ます。これは政府がですね、外国人をどんどん入れたいという、この思いの延長上にあって、こんなこともあるんですけども、それなぜかっていうとね、アメリカから来た株主資本主義というのがありますね。株主資本主義。昔の日本の会社は、社長も従業員もみんなで頑張ってみんなで豊かになろうというのが日本の会社だったんだ。ところが、今は株主資本主義ということで、会社の使命は株主配当を最大にすることだと言われるようになったんですね。これ私は本当にね、日本人の国民性に合わない制度だなと思ってるんです。この20年で、日本の上場企業の株主配当の総額は10倍を超えてます。GDP が伸びない中、株主が余計持ってくわけですから、従業員の給料上がるわけないですよね。そして、株主は外国人がどんどん増えてるわけですから、日本人、東京都民が働いたものがね、皆持ってかれるってことですよ。こんなことをね、放置していいんですかと私は思うんですよね。我々が働いたものは、我々がその恩恵を受けるという形にしなきゃいけません。でも、株主資本主義で経営者が責められるからですね。じゃあ株主配当を増やすためにどうするか。じゃあ日本人を使うより外国人を使えばね、賃金を下げることができるから株主配当を増やすことができるということですよ。
これがね、外国人労働者を入れろということなんですよ。で、外国人を入れれば、国の治安が悪くなる。今、あちこちでいろんな問題が起きる。ドイツやフランスでは散々ひどい問題が起きる。それを日本もね、分かっててやるんですから、ただの、その株主配当を最大にするため、経営者が自分の地位を保持するため。私はね、これおかしいと思うんです、これ本当に。国債を国が発行して、公共事業とかをやればですね、その分のお金が市中を回るわけです。で、国がこの国債をね、わざわざ集めて、予算で償還して、27兆円消えちゃうだけなんですよね。で、国債を償還してる国っていうのは世界で日本だけなんですよ、皆さん。よその国は返してない。なぜ返さないのか。返す必要がないからなんですよ。返す必要がないものを返してね、そしてお金を消しちゃってるんです。それでね、税金を皆さんから少しいただかないと、国の需要が展開できません。超高齢化社会が来るから、少しずつ負担をお願いします。嘘です、こんなもの。国はね、なんぼでも金あるんだから。今、岸田さんは、通勤手当にも課税すると言ってます。退職手当の課税も強化すると言ってます。保険料に合わせて少子化対策のために450円上乗せさせてくださいとも言ってるんですよね。こんなの全く必要ないんですよ。だから社会保険も雇用保険もそんなもの、みんな、年金も国が負担すればいいだけです。掛け金なんかいらないんですよ、年金の。でも、金を集めることによって潤う人たちが集めたい。例えば税金が71兆円もあったら、本当北海道から沖縄まで税金の徴収事務所ができます。で、そこに役人や政治家の天下りなんぼでもできるんですよ。これがね、税金がどんどん上がっていくからくりですよ。でも国民から見ればこれ罰金ですから、本当繰り返しますけど、消費税っていうのはね、金使ったら 10% 罰金取るぞってことですよ。住民税、生きてるだけで罰金取るからなったら住民税ですよ。相続税、死んだ時も罰金取るぞってことですよ、これ。法人税って、会社を起こしたら罰金取るぞ。罰金ばっかりで、今日本の租税負担率、金稼いだ金の何パーセントぐらい国に巻き上げられるか、もう 48% です。で、これで退職金課税、通勤手当課税とかがなるとね、ほんと 50% 超えちゃいますよ。稼いだ金の 50% がね、国に巻き上げられる。で、国がこの金を何かに使うんだったら別に、使わないんだから。使わないのに国民をいじめてるだけなんだ。だからこの税金のからくりも皆さん、多くの人にね、ぜひ説明してやってほしいんです。